こんにちは。じゃあ、あ、違った。中ごめんなさい。継。え？さあ、オリンピック終わりまして J リーグ再開されました、今回は勝手に言ってますがシリーズ化されています後半戦、この選手たちに頑張ってもらいたい、期待するということで、はい、それぞれが1名ずつ選んでその選手についてちょっと語り合っていきたいというふうに思います。で、今回は夏の移籍組からそれぞれ1名ずつ。すっごい動いたからね。めちゃめちゃいますもんね、今年ね。はい、せーの。はい。ドン。ドン。え、誰ですか、川端さん。じゃあ、川端さんから。謎の川端さんの。はい、謎の川端さん。これね、発音すると噛むんですけど。スベント・ブローダーセン選手ですね。スベント・ブローダーセン。スベント・ブローダーセン。ドイツ五輪代表のゴールキーパーでございます。うん、これ彼、アンダー20のドイツ代表の時に初めて見てるんですけど、当時からこうアンダー20のドイツ代表で、アンダー20のワールドカップにも出て、ワールドカップの前の親善試合とかでも見てるんですけど、あのワールドカップに出て、そこからステップアップしていくことを期待されてた選手だったんですが、まあ、なかなかゴールキーパーの難しさってあるじゃないですか。こう出番が来ないという時期があって、こう、まあ、うまくいかなかった部分がある選手だと思います、その後のキャリアとしては。ただ、ここでこう日本引きを選ぶと。その理由はなんか日本もともと大好きだったみたいな話があって、はい、それもすごい面白いんですけど、うん、でまあまあそれはまあ脇の話で置いといて、でこの今度の東京五輪に帯同して、でもあのドイツはグループステージで負けてしまったので、その後横浜 FC に合流しと、でいきなりあいきなり使うんだっていう感じで出場したんですけど、この前の試合に、はい、もう全然おいいじゃないかっていう感じのプレーを見せてくれましたね。もういきなりビッグセーバーの面目役所みたいなプレーするからこれはすごいいい選手取ったんじゃないかっていうプレーを見せてくれましたよ、うん、もうまさに。ドイツはやっぱりね、キーパー大国ですから。いや本当で、まあずっと向こうでなかなかうまいこと言ってなかった選手なので、どうかなって思うと思う。まあそれはそうだよね、そういうのはあるよね、はい、いくらドイツとはいえみたいな、うん、でも逆にあこれぐらいの選手もなかなか厳しいぐらいドイツのキーパーってレベル高いんだな。そういうことだよね、本当に。そうそうそう、でもそうだな、うん、改めて、はい、それを感じさせましたね。ヨーロッパから来るゴールキーパーはやっぱりなんか質が高いというか、うん、誰が来ても活躍するよね。まあ、少なくともセービングに関してはもう素晴らしいですよね、みんなね、うん、シュートストップができる、あとはそれこそ周りとのコミュニケーションがどれだけねうまくスムーズにできるかっていうところの不安があるかもしれないけど、でも少しねこう後ろが安定して、まあ本当にギリギリのところを戦っていかなきゃならないチームだからね、負けは許されない、勝ち点3をどん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 積み上げていかない、やっぱりゴールキーパーの重要性ということからするといい補強をしてうんうん、いうところですよね、きっと。いや大きいと思いますけどね、キーパーによってだって勝ち点変わるじゃないですか、もう全然全然変わる、はい、年間の、まあね、残り試合少ない半分より少なくなっちゃいましたけど、そうですね、でいきなり名古屋をシャットアウトして勝ったっていうのは、周りの信頼をまず掴むというか、本人が自信を得るっていう意味でもすごいでかかったんじゃないかなと。北条さん、はい、僕は鈴木純也選手で、まあ、いっぱいね、それこそヨーロッパから来る、J1 の他の来る、まあ、いろんないっぱい選手、注目選手だらけなんですけど、ここであえてその J2 から来たっていう選手で、まあ、僕 J2 はね、よく見てるんですけど、うん、北のベッカムって勝手に呼んでましたけど、まあ、とにかく彼の右、まあ、彼の右足はとにかくクロスの精度素晴らしいし、うん、で、フリーキックもそうなんですけど、彼あの体見たらロボコップみたいな体してますし、で、あのセンターバックもやったりできしてたんですよ。そうですね、あの北の時は、選手いなかったり。うん、でさらに、彼のそのポイントとしてはあのロングスローが、ね、はい、これだけ飛び道具持ってる選手なかなかいないぞっていう。で今の東京はね、今小川選手が右サイド出ること多いけど、東京今前のあのブラジルトリオが真ん中から左サイドにこう固まって攻めるっていうのが型が決まっていて、今、うん、今のところですけどね、はい、で右サイドじゃどうするってなった時に、あのまあ小川選手は左利きなんでこうカットインでっていうケースもあると思うんですけど、まあ、右はその飛び道具もあった方が有益なのかなって、逆にね、こうサイドチェンジした時にこう右が結構ベースができるっ
ていうことになったときに、鈴木選手のクロスが。で、おまけに右からクロス上げるときに、まあ、真ん中で待つ選手って右利きの選手だったら、やっぱ右からクロス来た方が打ちやすいじゃないですか、左からのクロス。うんうん、まあ、そういうのもあるし、何にしてもロングスローもあるんで。もっと早く使われるかなと思ったけどね、なかなか健太監督は、そんなすんなりはいかないですね。いや、そうですよね。まあでもね、ずっとこの形で今ね、やってきましたもんね。で、特にまあ右前、今、比嘉選手がね、やってますけど。うん、渡辺亮が戻ってくるとまた違いますよ。この間も出てましたから。あ、そうですね。はい。で、落としてくれたダイレクトクロスがすごい得意なんですよ、鈴木選手。うんうん、で、ダイレクトクロスで上げられると、やっぱり守備側はどうしてもタイミング来ると思うんですけど、あの精度とか抜群なんで、まあ、あとは中に待つ人次第ってとこあると思うんですけど、まあ多分、デゴールは嫌いじゃないと思うんですよ。去年 J3 で。チームが上がって。で、半分 J2 でやっても J1 ですから。すごいね、その個人昇格動画。すごい。カバーンで行ってきたのでね。いや、ちょっと、東京の右サイド、まあ東京の左サイドはある程度もう計算できる。右サイドから行くとまた左が生きてくるということで、ちょっと。そうですよね。はい。期待したいと思いますね。まあ、僕はもう、王道です。大迫です。大迫。王道ですよね。ドストレート来ましたね。いや、ドストレート。だって、すごいお金で帰ってきたもんですそこですか？え？そっちですか？いやー、そういう選手なかなかいなかったと思うんですよ。確かに、確かに。いないっすね。やっぱ、まあ、プラス武藤もいるわけですよ。そうですよね、プラスゴージャンもいるんですよ。はい、そうす、もう3人で、あれ、3トップじゃん、これ。いや、どうなるんだっていうところの、ちょっと興味があるわけですね。うん、日本のチームをこういうことをやるチームが出てきたっていうところからすると、ね、なかなかちょっと無理だねっていうようなのが大体今までじゃないですか。そうですよね。いやだからバルサカバルサカって言われてましたけど、なんか銀河系軍団になってきたいやでも久々にやっぱり大迫が日本でずっと見れるっていうところで、やっぱりこうね、僕の中では、まあ、ブンデス行って、まあ、最後の方はなかなか不遇だったかもしれないし、代表では頑張ってくれてましたけど、やっぱりもう一回なんか点を取る大迫が見たくて、やっぱりブンデス行く前の鹿島で2年連続で、まあ、20点近く取っててバンって行ったわけじゃないですか。で向こうでも、まあ、2桁をそんな取った年もなかったし、やっぱ点を取る、まあ、半分かもしれないけど点を取る大迫が見たいなっていう、もうポストプレーとかそういうのじゃない、点を取る大迫が見たい。神戸はでもそういうその点を取る環境になるんじゃないかって気はしますけどね。どうぞ走っていただければいつでも私ピンポイント合わせますんで、っていう選手たちが後ろにたくさんいるので、であとサイドからもね、それこそまあボージャンどういう使い方するかわからないですけど、まあ武藤選手もまあ真ん中もねできるんであれですけど、まあサイドから崩しますよっていう選手いればクロスが来るし、だそういう形がこう真ん中からスルーパス、横からクロスって環境が整えば点取れるんじゃないですかね。いいじゃないですかね。やっぱり攻撃のパターンというか、本当にたくさんチャンスがいれば絶対に点を取れる人だと思うので、まあ、その辺を素直に、もう帰ってきた大迫を楽しみにしたいと思いますね。はい。夏の移籍組、これね、うん、絞るの大変だったんですよ。大変ですよ。そうですよね。